なんであんなところに巨人がいるんだよ。飛行士か。いや、違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。なんだって。アルミ、どうしてそう思った。巨人は人を食うことしかしない。その過程で死なせるのであって、殺す行為自体は目的じゃない。しかしあいつは急所を狙われた途端に先輩を握りつぶし叩きつけた。食うためじゃなく殺すために殺したんだよ。他の巨人とはその本質が違う。超大型や鎧の巨人が壁を破壊した時に大勢の巨人を引き連れてきたのはきっとあいつだ。目的は一貫して人類への攻撃だ。いや、どうかな。誰かを探してるんじゃないかって気がする。もしそうだとすれば、探しているのはもしかしてエレン。エレンだと。エレンのいるリヴァイ班ならあいつが来た右翼側を担当しているはずだが。右翼側？俺の作戦企画誌では左翼後方あたりになってたぞ。僕の企画誌には右翼前方あたりにいると記されていたけど、いや、そんな前線に置かれるわけがない。じゃあどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはずだとしたら、中央の後方あたりかな。アルメン、今は考え事をしてる時間はねえぞ。奴の脅威の度合いを演壇で知らせるなんて不可能だ。そのうち司令班まで潰されちまう。そうなりゃ陣形は崩壊して全滅だ。何が言いたい。